ドリームチェイサーです。今回はこちら、デラックス妖怪ウォッチ U 進化キットバージョン U1 と U2 を紹介します。こちら U1 がケータモデル、そして U2 が稲穂モデルになっています。中に入っているメダルは、ケータの方がニャンニャンオールスターズの歌メダルとエジソンの U メダル。そして稲穂の方はアメコメクラブの歌メダルとエジソンの U メダルです。どちらも YouTunes の方で更新バージョン3以上でないと使えない仕様になっているみたいです。そしてこちらを使うには単体ではダメで、別売りのこちらのデラックス妖怪ウォッチ U プロトタイプが必要になります。こちらのカバーを外して変身させる感じですね。では、どんな感じか。とりあえず、まずはケータの方から開けてみたいと思います。どんな感じかな？では開けてみます。お、中にはこんな感じで入ってますね。おー、ベルトと上にかぶせる、あ、シリコンっぽい。なるほど。あ、これならイナゴのものとも付け替えできますね。あ、嬉しい、よかった。はい、上にかぶせるのはこんなにくにゃくにゃです。シリコン製ではめるところはあるものの、ちゃんと取り外し可能になってますね。ということで、ケータバージョンでも稲穂バージョンでも遊べることが分かりました。よかった、嬉しい。そして、下の部分は硬いですね。硬いプラスチックですね。うまく外せるかな。よいしょ。はい、しっかりと外すことができました。これ、カバーを変える感じですね。では、これを電池交換するときと同じように外してみましょう。この穴のところに用紙などを差し込んでくるっと回転すると外れます。上の部分はこれでいいのかな？そしてこの上に被せる感じかな？そうだー！やったー！こうでいいんだ。なるほど、なるほど。周りにフィットするような形になっていますが、ああ、これでいいんだ。上の部分も何か取り外すのかなと思って、ちょっと組み立て心配だったんですけど、あとはもうこれをカチッとはめれば、もう、ケータバージョンの完成。バージョン U1 になりました。なるほど、これはいい。こんな感じで変えることができるんですね。腕につけるとこんな感じ。周りが白くなって、この白がすごく綺麗な感じですね。では、このケータの U1 のウォッチで入っていたメダル、こちらのニャンニャンオールスターズの歌メダルとエジソンの U メダル、こちらの音声を聞いていきたいと思います。まずはエジソンからいこうかな。いきまーす。この音声もしかしてと思ったんですけれども、やはりレジェンドでしたね、エジソン。偉人レジェンドって言ってました。エジソン。偉人レジェンドのエジソンでした。では、ニャンニャンオールスターズの歌メダルを聞いてみましょう。
長ニャンニャンオールスターズめちゃくちゃ長いですね。ニャンニャンオールスターズ、あ、ニャンニャンじゃないんだ。ニャンニャンオールスターズらしいです。あ、そっか、サザンオールスターズにかけてんのか。なるほど、ニャンニャンオールスターズだそうです。もう忘れない。ニャンニャンオールスターズ。はい、ということで、ロボニャン、ブシニャン、ジバニャンのニャンニャンオールスターズの歌メダルでした。では、同じようにちょっと稲穂の方も開けてみましょう。はい、稲穂のセットの中身はこういう風になってますね。そして先ほど装着した U1 のこちらから取り外します。もう引っかかってはいますが、そんなにきつい引っかかり方ではないので、上はあっさり取れますね。ちょっと引っ張ってあげて、かぶせてあげれば、もうすごい全然違う。あ、でもこれいいかも。これは、このシリコンのがぴったりはまるので、すごくいいですね。そして、ちょっと押してあげて、回転させて。また取ってくっつけます。はい、これで稲穂のバージョン U2 が完成です。今回のメダルはケイタの方と同じエジソンのメダルと、あとこちらはアメコメクラブの歌メダルでは、先ほども聞きましたが、エジソンのメダルもう一回いきます。ということで、レジェンドメダルエジソンでした。そしてこちらのアメコメクラブはどうかな？いきまーす。My name is USA って言ってましたね。うさぴょん、かわいいです。アメコメクラブの歌メダルでした。ということで、今回は妖怪ウォッチ、デラックス妖怪ウォッチ U 進化キット、バージョン U1、U2 を紹介しました。結構、このメダルだけのために買ったんですけど、見た目も変わるとかわいいですね。なので、せっかくなので、メダル開封の際の音声レビューも、こちらを装着して行っていきたいと思います。では、次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。